はい、どうも、みなみです。さあ、今回はですね、3代目のオフィシャルインスタグラム の投稿に、ちょっと意味深な内容の投稿がちょっとね、されたんで、それについてちょっと今回、私なりの考えとか、ちょっと話していけたらいいなっていうふうに思っております。では、まずちょっとね、そのね、意味深なちょっと内容をご覧いただきましょう。こちらになります。花びらとトゲという言葉は、一般的に美しさと危険性や、優しさと厳しさなど対照的な性質を持つものと表現するために使われることがあります。まあ、その下はちょっと省略するんですけども、まあ、このタイミングで、こういうね、新しい何かこういう、なんかキーワードっていうか、そういう匂わせトークを出してくるっていうことは、新曲っていうふうにまず思うのかもしれないけども、私的にはなんか違うような気がするんだよね。多分ですけど、ドームツアーが11月にスタートするんで、もしかしたらドームツアーのコンセプトが決まったのかもしれない。それに伴って、来月7月からドームツアーのそのロゴとか詳細が発表されて、7月下旬ぐらいにはもしかしたらチケットのね、予約が始まるのかなっていうふうにちょっと思っております。で、そこからいろいろあって、こうなんか新曲の配信があったり、そういうシングル CD も発売されたりするのかなっていうふうな、そんななんか流れだと思うんですよね。